おはようございます森口でございます今日もよろしくお願いいたします今日は6月の18日の日曜日ですお題がこちら最大300ポイント下落 s p 500大崩れ説ということで話をさせてくださいこれは僕の意見ではなくてあるプロの意見なんですが大崩れ説のネタ元をまず紹介した上で大崩れ説は本当に来るのか 警戒すべきなのかっていう点を話し最終的にはチャートを見てもう少し考えていこうという内容で見ていきたいと思いますよろしくお願いしますということでこのチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析を必ず毎朝最新目標で更新をしておりますなるべく耳だけで聞いてもわかるような形でなるべく分かりやすい言葉を使って解説を続けていきますぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますちなみに今日は大分県別府市の温泉施設に来ておりまして後ろ見ますかねなんか湯気がボーボー出てますけどもあそこで で、時刻虫をやりたいななんていうふうに思っております早速ネタに行きましょう大崩れ説のネタ元なんですけどもこれは6月16日に発表されてますブルームバーグの記事なんですがバンクオブアメリカのハートネット氏の予想で大きな上昇の後に 大崩れが来るぞっていう、ね、そういうううねそ話サンド P500 が強いんですけども今が真新しく輝かしい強気相場の始まりだとは確信していないということですね2000年とか2008年と似ていて大きな上昇の後に大きな崩れが来るぞというふうに予想してちょっと目を引いたっていう形になってますでこの記事をもう少し深掘りしてみると9月4日のレーバーデーまでに最大150ポイントの上昇最大300ポイントの下落を予想しているということなんですね。 まあ最大300ポイントって言われると結構大きな感じがしますが後ほどチャートにちゃんと描画してみましょうねでも同志はですね S&P500 が3月8日までに3800ポイントまで下落すると予想したが実現しなかったっていうこういう背景もあります AI とかテクノロジー株の上昇とかは予想外だったっていうことですねそして下の文章に関しましてはどっちなんだって思わせる部分であるんですけども FRB が金利の目標を引き上げて再び市場を恐れさせ失業率が4%を超えて景気後退シグナルを発しない限り株価は高止まりし信用スプレッドは低水準が続くことが可能だと同署は予想したということですから FRB 次第ってことですよね FRB が金利を上げれば株価は結構下がりますよって当たり前ですけどもまあそういうことが書いてあるということですね FRB が我慢してちょっと引き締め的な処置を取らなければ高止まりしますよっていうねそんな感じだと思います。 持っていますじゃあこれは本当に来るのか警戒すべきなのかっていう点で考えていきたいなというふうに思うんですがこれは楽観的に考えることも悲観的に考えることもできるんじゃないかなっていうふうに思いますで、えー、結論から言えば、まあ、そんなに警戒すべきじゃないかなというふうには感じました、まあ、そういうことをお口にしてしまう時点でちょっと楽観的に考えすぎかなっていう気はするんですけども、まあ、順番に見ていきましょうまず楽観的に考えられる点なんですが本当にまず強気相場に入ってますねっていう点ですね P500 は 2022年の10月の13日の安値から見て今もう26.23%上がってますので、まあ、テクニカル上は本当に強気相場に入っているっていう点で、まあ、上昇が続くと見てもおかしくはないかなというふうには思いますで2つ目はですねやっぱりあなた前回外してますよねっていう点ですねなんで、まあ、信用度がそんなに高いかって言われたら低いんじゃないかななんていうふうに感じざるを得ないかなというふうには思いますそして3つ目なんですけども本当にこう上昇して下がるみたいな 最大150ポイント上がって最大300ポイント下がると、これが9月5日、9月4日までって言ってましたけどもね、えー、この辺までにこんな動きがあるかもしれないということだったんですが、まあ、最大300ポイント下がる今4400ポイントですから4100ポイントぐらいまで下がったとしても前回のこのもみ合い水準ぐらいなんですよね、なんでトレンドがめちゃくちゃ崩れますかつっ,ったらそうでもないかなというところなのでそこからもう1回考え直してもおかしくはないんじゃないかなって個人的には思いました。 でも,で,でも、でですよもちょっと悲観的にも考えておいた方がいいですよね。 とということで3つぐらい考えてみるとやっぱりプロの言っていることですから何の根拠もなくこんな話をするわけはないだろうというところは頭の中に置いておいた方がいいかなという,ふうに思いますそして2つ目なんですが前回外しているだけに僕も前回外しているんで今回もねみたいなことを言いましたけどもそういうふうに思う人がいればいるほどですね株価が上にオーバーシュートする可能性っていうのは当然あるわけですよねでそのオーバーシュートした後っていうのはやっぱり急落が起こりやすいということで、まあ、警戒しておいた方がいいのかなというふうには思いましたそして3つ目なんです ですけども、一部の銘柄の上昇でっていうのは確かにあるんじゃないかなっていう風に感じたんですよね。このブルームバーグの記事の続きにも書いてあります。これはシティグループのストラテジストの意見なんですけども、比較的少数の銘柄が上昇を主導しているにもかかわらず、米国株は欧州株を引き続きアウトパフォームするという風うに見ているということなんですね。これは強気派の意見ではあるんですが、参考にしたいのはやっぱり比較的少数の銘柄が上昇を主導しているっていう点ですね。ここはちょっと気をつけておかなければ。 いけないかなかテクノロジーとかそういったところが流入をリードしているけども流出しているセクターもそれなりにあるから心配もされているよねっていう点は抑えておかなきゃいけないかなっていうふうに感じた次第ですこれに関しましては元日経新聞記者の後藤達也さんもですね最新のツイートの中でビッグセブンがこの上昇率の8割を占めてますよなんてことをツイートしてまして結構これも気になったので、まあ、確かにそういう背景もあるよなっていうふうに 感じている次第ですじゃあそれを含めてですねチャートで指数の売買戦略で週足のボリンジャーバンドで見ていきたいなという風うに思っておりますはいまずは S&P500 から見ていきたいと思うんですけども S&P500 のこの週足のボリンジャーバンドなんですがバンド幅が拡大してますよねこれ週足チャートなのでまあ、すごく強く上昇しているっていう点とでもプラス2シグマを超えてバンド幅拡大してるってことはバンドウォークがかかる可能性があるのでまあ、上昇が続く可能性は今は高いかなという風には思いますでも r s RSI が週足で見て70を超えてくるっていうのはやっぱり相当過熱感があることも事実ですのでやっぱり少し上がった後っていうのは警戒度が高まるだろうなっていうふうには見ておいた方がいいかなと思いますただ先ほど見ていただいた通りですね4100ポイントっていうのがそんなに崩れるような値じゃないよねっていうところなのでまあその辺は確認しておいていただければなと思いましたでそれよりもですね日経平均株価ですねこれも週足チャートで見てるんですが週足チャートに見てるように思えないんですけども RSI が今8 2 2.16なんですね、まあ、コロナラリーとかを終えた時もですね80まではさすがに週足でレベルでは届かなかったってことなんで、まあ、これはコ,コロナラリーを超えてるっていう感じですよね8 5円なんていうのはもう2017年ぐらいまで遡らないと2017年じゃないなアベノミクスだな2013年ぐらいまで遡らないと出てこないということですから、まあ、相当強いということになってます。でトピックスもほとんど同じで,でしてね RSA で見ると77.45ですねこれを超えるとなるとやっぱりアベノミクスとかそういったところまで振り返らないと出てこないということにはなっていますただ S&P500 と同様にですね、このようにバンド幅が広がりながら2シグマを超えている状態というのはこんな感じで続く可能性はゼロではないというところですよねなんでさっきもう一回 S&P500 に戻りますけども4550は超えてきてもおかしくはないのかなーなんて個人的にはチャート的には思っちゃいますけどもねはい、でマザーズ指数ですねマザーズ指数は先週 結構上がりまして7.45%上がったので。 プラス2シグマを超えてこれは上昇期待できるようなそんなチャートになってきましたねでニューヨークダウンを見ていきたいと思うんですが週足で見るとまだバンド幅の中にいるということで、まあ、ちょっと上向きつつあるのが冷やしチャートでは確認取れてるんですが週足チャートではもう一度上がらないとちょっと上昇が期待しづらいかなというふうには思いますよねで S&P500 はやっぱりテクノロジー株の比率が比較的多めニューヨークダウンはテクノロジー株の比率がそんなに多くないそして景気敏感株が多いということですからこっちが上昇を伴えばかなり本物の上昇 と言えるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、ナスダック見ていくと、ナスダックはやっぱりテクノロジー株の恩恵一番受けてますから、まあ、上昇が続く可能性って結構あるよねっていうところではあるんですけども、r s a 7 0を超えてますからね。ここはやっぱり警戒には対するでしょうというところですね。で、最後ラッセルですね。これは全然まだ上向きって感じがしないですよね。直近3週間ぐらいはね、しっかりとした上昇なんで、まあ、この辺の高値を超えてきたりとか、バンドハーボがもうちょっと上向きに変わってくればね、いいかなというところなので、S&P500 やくナスダックに関しましてやっぱりテクノロジー株 のの上昇の恩恵が強いというととうころダウやラッセルもちゃんと上向きになれば相当強い強き相場というふうに言えるんじゃないかなって指数全体を見ると。 思うのとあと日本株やっぱりちょっと加熱感はあるよねっていうところは押さえておいた方がいいかなというふうに思いますはいということで今日の動画のまとめでございますバンクオブアメリカの予想を確認しました最大300ポイントの大崩れを予想しているということで2000年や2008年と似ているって話がありましたねでこの記事予想に対しまして楽観的にも悲観的にも考えることができるということで三つぐらいずつ意見を出しました一つはですねちゃんと強気そばに入ってますよね安値から20 10%以上上昇してますよねっていうところこの予想はですね前回外してますよねっていうところからそこまで信用度が高いものかって言われたらうーんって思ってしまいますよねっていうところですねそして最大300ポイントっていうふうに書いてありますが、まあ、下がっても前回のもみ合い水準じゃないですかっていうところはちょっと楽観的には考えられる部分かなというふうに思いました一方悲観的に考えるとやっぱりプロの意見ですから 無視はできませんよねっていうところと、まあ、前回外しただけにさっき外したからねみたいなそんな意見が出ると株価がオーバーシュートしやすいですよねっていう点は注意が必要かなというふうに思いますそして一部のテクノロジー銘柄のみの上昇によってしっかりとアメリカの s p 5 0 0ナスダックが強気相場入りしていることは事実ですのでそれって本当に強気相場と呼んでいいんですかって考えるのは確かに事実だなというふうには思いました。でそれよりも日本株の加熱感気になっちゃいましたねっていう と,ところも話しましたけれども週足の RSI で見るとコロナ以上そしてアベノミクス以来ぐらいの水準まで来てるということですねで S&P500 なんですが、まあ、2シグマ超えで直近はやっぱり上昇しそうですねっていうところを確認しておきたいところではあるんですけども週足レベル中期的な RSI で70超えですねごめんなさいこれ75え超えで考えてくださいごめんなさい間違えました75えは要警戒というところでまあ実際に70超えた後に70をもう一回割れて 来た時ですねは要警戒ということで捉えていただければ嬉しいかなというふうに思いますまあこういった意見というのはねどっちもこう意見があるというのは事実ではあってんで参考程度にするというのが本当にいいと思いますのでまあ今回、このバンクオブ・アメリカ決して小さいところの予想じゃないので大きなところの予想ですからしっかりと確認をしていただければなと思って取り上げさせていただきましたそれでは今日もお知らせを入れさせてください。個別名柄をと分分析析すすするマガジンででが毎週金曜日更新で分析記記事事をアップしております前回記事は先週の 木曜日に更新をしておりまして四季法の反省会と題しまして前回四季法の振り返り記事をそして今回の四季法はもう読み終わっておりますので来週の次の記事でこ四季法からの本命銘柄という記事を作りたいというふうに思っておりますまずはその前哨戦ということでこの反省会の記事ぜひご覧になってみてください月額900円初月は無料となっております概要欄の URL をチェックしていただければと思いますということで今日はこんな感じで終わっていきます今日日のの中ででもも何か参考になまましたたらグッドマーククボタンをまた明日以降もこのような形でテクニカル分析 朝7時目標で更新していきますので明日も聴いていただける方ぜひチャンネル登録お待ちしておりますそれではまた明したテクニカル分析でお会いしましょうさよなら